こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今日はですね、マルコポーロのメガネフレームについてちょっとお話ししたいと思います。マルコポーロって昔輸入物であったんですよね。今はね、今も輸入物なんですけど、こういう、今はこういうタイプ、ちょっとガラッとイメージ変わったんですけどね。これツーブリッジのこれ新商でございますけどね。これはですね、エッセンバッハ社でドイツので製造しているフレームなんです、今。で昔はですね、ファルベン、マルマさんが一応輸入してたんですけどね。今もこうネット通販でね、結構売ってるんですよ、実は。こういう感じでね、ちょっと画面見えないですけどね。それを引き継いで、マルマオプチカルで、ファルベンというブランドで、ちょっと進化したタイプなんですね、ファルベンは。チタン使ってるんですよ。その違いですよね。チタン使って、この色彩のこの感じは全部 手塗りでなってるんで、マルコポーロ、昔のマルコポーロを少しこう進化させたのが、ファルベンで、今のマルコポーロはこういう、ドイツ製のこういうメガネで、ツーブリッジで、ちょっと国産にないちょっとイメージ、雰囲気ありますけどね。こういうタイプでございます。いずれにしても、マルコポーロまだ健在なんですけど、イメージはガラッと変わりましたですね。それを引き継いだのが、今のマルマンオプチカルで、製造販売してるのが、ファルベンというこういう、これをね、伝統を引き継いだ、そういう進化したメガネがファルベンでございますので、どうかよろしくお願い申し上げます。